初めましての方は初めまして、そうでない方はこんにちは、こたつです。バイオハザード7 2話目やっていきたいと思います。いやー、今回はいいですね。今回じゃないや、バイオハザード7はいいですね。懐中電灯が電池式じゃないっていう、ありがたい。マップ洗面所、はははおほほ、はいはいはい、おトイレ、どうもお邪魔します。あ、拳銃が落ちてない。お、回復薬ゲット。はい、入ってます。回復薬ゲット。すんげえドンドンドン言ってる。めっちゃ叩きすぎやろ。え、こっちなんかあったっけ。なんもないね。え、怖い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 、ここ入れないもんね。え、ここ開け、開いて、これ自分でやってんだよね、ガチャガチャって。だよね。え、開かないってことはつまり戻れということですね。なんということでしょう。来た道を戻れと。はーい、雷ー。さあ、ちょっとショートカット入れておこうかな。アイテム移動、あは、左で回復できるようにしとけばいいのかな。物音を調べる。また降りるの？おばあちゃんが、あ、ミア、ミア、おお、ミアに投げられた。なんという怪力。あかんあかんあかん、包丁持ってる、包丁持ってる、包丁持ってる。痛い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 。え、どうすんの、どうすんの、どうすんの。会いたい。あ、元に戻ってる。声が聞こえる。あの子が私の体の中に戻ってこようとしてる。大丈夫か。やめて、出てって。私を一人にして。私が悪いの、当然の罰よ。あ、ミア、ミア、なんでこんな、ミア、回復、おお、ミア、ミア大丈夫か、ミア、どうすんの、マジか、ミア死んじゃったよ。おお、はい、くたばれ。
あかん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 。あかんあかんあかん。はい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 。ミア。ミアの体を返せ。はい。返せ。あー、うそ。あー、ミア、正気に戻るのね。うわ。うわ、む、うわ、胸くそ割り。マジか、ミア。最後の最後に正気に戻るんじゃないよ。え、電話？ミア、ちょっとその斧を返してくれないかな。電話は取らないとダメ。マジか。ミアちゃん。はい、もしもし、こたつです。ここに来るんじゃなかったね。誰だ？一体何が起きてるんだ？あれ、ミアの話。私はゾイ。あ、ゾイ。屋根裏から逃げられるよ。屋根裏？今すぐ行って。早く。ゾイ？ゾイって誰？え？あいた。蘇ってないよね、ミア。あ、ミアいな。え？おい、ミア。ミア。え？ミアおりませんがな。マジか。ミア、あれ閉めたっけ俺。ミアいなくなってる。ってことは死なないということですか。あ、これがさっきの、なんと鍵を持っていたなんて。この辺は特にもうアイテムないよね。マジか、死なないなんて。あれ、こんなとこついてたっけ。さあ、あこんなことができるのね。椅子動いた音にビビったわ。いや、まさかだって椅子が動かせるなんて思わないじゃん。さあ、てかこんなとこついてたっけっていう。さあ、じゃあ開けますか。はい、オープン。お、なんかヒューズゲット。回復は回復ない。回復ないか。鍵もない。これで壊せない。壊せない。無理。え、ビデオカメラってもういらないんじゃないの？捨てられないのかな。あ、捨てられるのか。え、これ自分で捨てないといけないのかな。よし、じゃあヒューズを入れに行きましょう。ヒューズ、ヒューズー。いや、なんかね、バイオハザードはね、ちょっと武器とかがあるんで、こうなんかすんごいビビりながらじゃないですね。確かに一瞬、え、こういう感じで音にびっくりはしますけども。うわー、安心して大丈夫。私を傷つけるつもりはなかったんでしょ。言った矢先で。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。あー、痛い痛い。オノレミア、お前許さん。え、何？え、嘘。嘘。今どんな気分か教えてよ。あ、じゃ、いや、じゃ、あ、痛い、痛い、痛い。痛い。私の仕事なんだ。完全を抑える。終わらせる。
つく。全部一つ残らせもやってやる。左手ゲット。嘘でしょ、俺の左手。どこ行った、あれミアどこ行った、俺の左手、俺の左手が真っ赤に燃える。燃えてないってね、これマジで。これ私が下手だからこうなったとかじゃないよね。これイベントだよね。だってでも左手がなくなるって、もしかしてこれ大丈夫、死亡フラグじゃないよね、もう完全に。はい、ポチッとな。あ、セーブしたもん。これセーブ上書きして大丈夫かな。まあもしね、マルチエンディングならいろいろやっていきたいと思いますよ。初っ端からこんな左手なくなっちゃう？マジか。こっちは？おお、どうもお久しぶりです、マネキンさん。ハンドガンの弾とか今もらっても何もねえし。どうもどうもお久しぶりです。でここら辺になんかあるんじゃないのかな。ないんだ。ないのか。ここは？あ、開くんだ。体験版では開かなかった場所なのに。ハンドガンの弾ゲット。ハンドガンないんだけどね。いやー、もうバイオハザードビビらねえしとか言っといて、すんげえさっきビビったね。別に私あのフラグ立ててるつもりはないんですけどね。あれおかしいな。あれここはじゃあ長靴、あ、ハンドガン。でもこれさ、これで弾入れられんじゃん。構えて撃つ。装備変更でこのこれらを壊したいんだけど、よいしょ。この中になアイテムとかあったりしないのかな。あ、マネキンも壊れるんだ。なんと、銃に変えとこうかな。いやいや、まあそういう仕様なんだろうけど、なんか自動で閉まるとびっくりするよね。ちょっとこれ箱を全部壊してなんかアイテム入ってるとするかな。ないのか。ないのか。さあ左手ほんとないけど大丈夫？出血多量で普通死ぬでしょ。これ登るの？後ろ。わあ、お前の表情なんかいらない。痛い。私は期待されてる。みんなが私に期待してるの。みんなが痛い。
ミア、このチェーンソーもらえない？あれ、回復が使えない。え、回復が使えないだと？え、回復が使えないだと？え、どこ行けばいいの？お前も家族だ。あ、ファミパン食らった。あ、痛い。顔はやめて。あ、なんか引きずられてる。あ、なんかデジャブ。なんか足引っ張られるの、なんかデジャブ。つい最近別の作品で引っ張られた記憶が。なんと。起きて。小屋？はい。まだ死んじゃダメなんだ。やってもらうことがある。え？あ！手が戻ってる。誰今の？あ、これテープか。ローディングのオートセーブのやつ。懐かしいな。おお、ここはどこなんだ？どうなってる？ようやく起きたの、寝ぼすけさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ？え、お食べな、美味しいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。クルーカス、何やってんだい。何すんだよ、あんた。勘弁しろよ、親父。あいつ、どうでもあると。好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとな。分かった。さあ、来るんだ。え、何それ。ちゃんと食わんといかんぞ。あ、やめて。あ、前に気持ち悪い。何これ。なんだい、このクソ野郎が。吐きやがったよ、ジャック。このザーク。うるせえぞ、バレルト。せっかく作ってやったのに。あ、なんだい、ふざけやがって。あのクソ野郎、許さないよ。せっかく私が作ってやったのに。吐きやがって。こいつは我々にはとっておきのご馳走でな。わかるか。さあ、行くぞ。そっち邪魔しやがって。またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。すぐ戻ってくるからな。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、ちょっと。おばあちゃん、生きてる？あ、痛い。倒れちゃった。さあ、おばあちゃん、生きてる？大丈夫？死んでる。すげえ。普通になんか生活してる、この人たち。ルイシアナで男性3人行方不明。テレビを見るという娯楽はないようだね。あ、ハンドガンの弾ゲット。ハーブ、はあ、すごいね。音響施設備はあるのにテレビがないっていうね。あ、あった。なーい。あ、なにこれ。あ、何かをかけないといけないと。え、その何かがどこにある？これ早くしないと戻ってくるとかいう、そういう見えない時間イベントじゃないよね。すげえ、なんか計算してる。ああ、ビビるから。ん？お、ハーブゲット。ゴミ箱に捨てられてんじゃん。
本館、ああさっきのが、おお、なんだ、あーなるほど、こっから逃げるパティーンなんだけど、振り子はスプーン。普通に生活してんだねこの人たちも。なんかこういう一面見るとさ、なんか敵なのか味方なのかちょっとわかん、4月25日男30代痩せすぎ、痩せぎす願望閉めておこう。でこっちはいけるんだ。これさ普通にこっち行って大丈夫、見つかるんじゃねえの。これ大丈夫、こっちって向こうが施錠されている。どっちが玄関かとかも分かんないからな、どうしよう。なんかさっきの地下行った方がいいのかな。階段は壊れてんだな。ガレージだいぶボロくなっている、怖そうだ。あーアイテムがないと。じゃガレージは行かない方がいいかな。開かない。あそうよ、逃げようにもだってアイテム取られてんだもんね。そうここは開くとこないね。もうじゃあちょっとさっきの地下のやつ降りてみようかな。はい、あ開かない、なるほど。なんか壊れそうだけど足でフンってやったら、あなんだなんだ、長靴長靴見る意味あんのこれ。びっくりした、ガスマスクかなと思ったら普通になんかあの容器だね。ちょっと角度によってガスマスクに見えたよ。もしかしてここに隠れとくとか。なわけないか。じゃああっちの奥に行けばいいのかな。こっちかな。ちょっとあれ、後ろあのまま見たら殺されるのかな。ガレージに行けと。素手で剥がせそうにない。いや普通に剥がせるでしょこれね。いやどうすんの。やばい、あのままじっとしてればよかったかな。これやばい、何これ、やっぱ時間制か。怖えよ。アイテム何もないもんな。お、なんだこれ。すげえ、なんか HP が目で見えるようになってる。今までのバイオハザードと同じ感じだ。床下への鍵を探す。
これ動かないとどう。振り子だ。え、違うの？あ、違う。どこにいるんだ？隠れてないで出てこい。あ、生きてる。チラ見ができねえから怖えな。なんだろう、こう。なんだあのカランコロンカランコロン。さあここは開かないねえ。でもあの人が邪魔だからな。隠れても無駄だ坊や。あっちからどう行けばいいんだ。イーサン。あれ、意外と AI、 あ、気づいた。で、どうってこれ、どうやって。そこにいたか。元気だったか。はい。あ、なんか意外と当たらねえ。やったー。あれだな、イージーモードだからかな。ありがたいことです。はい、行きます。あれ、閉めれない。あ、閉めれない。もう少しうまくやらんとな。はい、はい、床下に逃げます。さすがにここまでは来ないでしょう。怖っ。あ、なんかある。アンティークコインってなんだ。うわー、怖えなー。からまだ全く知らない場所だからな。黄色い紐が、え、なんか来てるよ。これ上がっいるとかじゃねえの。大丈夫、いない。はあ、セーブ。怖いなあ。浮気しますか。はい、あ、アイテムボックス。おー、なるほどね、こんな感じになってんだね。鍵がかかってるとかいっぱいあるよ。アイテムボックス、アイテムが使い捨てられたサプライボックス、遠征のコイン。あー、はあ、サプライボックス、はあ、ほう、持ち主の能力を引き出すと言われるコイン、敵の動きがよく見える気がする。ほう、何それ。何それ。どうすんのこれ、装備とかじゃないのか。おう、これは
おお、ショットガンの弾も今いらないんだけどな。しまっておこうかな。しまう。さあ、では今回はこの辺で終わりたいと思います。それじゃあ、またねー。